画面越しからお花見明と。はい。ということで、満たされないベイルカラーイベント、二日目になりました。二日目といえば皆様。そう。イベント編成動画ですね。はい。僕のロジック分かってきましたでしょうか？僕のチャンネル。イベント前日は告知動画、そして初日はガチャ動画、二日目、編成動画。僕のリスナーさんの中でイベント走ってるという方はどのくらいいるのでしょうか？まあ、160% 編成でも、今回のイベントはですね、最大 190% ですので、こんなこと言ったらめちゃめちゃ走ってる方に申し訳ないんですけど、まあ、250% 組めるイベントよりかは、まあ、戦えるっていう方が多いイベントになるんじゃないでしょうか。そんな感じで僕の編成を、サクッと見せていきたいなと思います。僕の場合のイベランする時の編成なんですけど、こんな感じで。まあ、秋とですね、そう、青柳東也くんがもう羽称号なれそうですので、まあ、秋との回数を稼げる編成にしています。ハッピータイプはね、男性キャラ推しからすると、もうリーダーはね、男性キャラの回数を稼げるイベントとなっていますので、秋と編成に加えさせていただいております。ちなみに今の僕のね、秋とですね、なんだかんだランクがもう32になろうとしております。東雲秋とをリーダーにして5290回。これをね、今回のイベント中に今6500はめちゃめちゃ遠い世界なんですけど、5500から6000の間走れたらいいのかなと。いや、これね、冷静に考えたら僕、いい方なんだなって思いました。僕の今、控え室のやつがですね、120回秋と向かま111なんですけど、厳密に言えば。一番低いキャラで85とかですので、バラつきがある中、アキトは平均以上の枚数控え室迎えさせていただいております。ありがとうございます。そして編成その2ですね。もうこれはね、皆様にとっては全く関係ない話だと思うんですけど、ただただビビバスの総合曲も総合曲編成ってやつで、やっぱり僕も前回のビビバス箱イベのノクターンイベの時にお世話になった方がたくさんいますので、その方たちのお手伝いをする編成という感じで組ましていただいております。 27.1 万と、まあ、僕の出せる最大の総合曲でございます。そして3つ目の編成ですね。こちらイベントボーナスキャラで組ましていただいておりますが、僕のコメント欄見た感じでもニーゴのエリアアイテムを上げてるという方がちらほらいますので、というかニーゴが僕のコメント欄の中でも人気のユニットなのかなと思っていますので、最終的にボーナスポイント160もしくは 190% 皆様組めるのかなと思うんですが、そんな中でも総合力の高い編成を、最終的に選んで走っていただけるといいのかなと。あとはこれもコメント欄でよく見かけるんですが、体育祭の真冬ちゃんを所持していないというね、まあ、結構体育祭イベの後にプロセカをインストールしたという方もね、まあ、全然いると思いますし、あそこをサボらなければみたいな、まあ、ただ体育祭の真冬ちゃんを所持していないという方も、今回なんと真冬ちゃんのね、星2、星3、星4がハッピータイプですので、初期の真冬ちゃんも 50% 特攻ですので、全然代用できるのかなと思います。あとは、水木くんとりんちゃんが、50% 特攻ございませんので、今回最大 190% 編成イベになるんですが、今回のイベントって、エナナンを引けなければ 160% 編成。で、160% 編成ってなると、真冬ちゃんとかなでちゃん以外の、3枠が、ま、自由に、皆さん編成組めますので、それこそ最初に見せた僕の編成が、まあ、こんな感じで、真冬ちゃんとかなでちゃん以外の3枠も男性キャラ。で、るいくんとつかさくんのワンダーハロウィンイベの星4を引いてるという方は総合曲爆上げ要因になるんじゃないでしょうか。で、あとはですね、コメント欄で、ネタバレは食らわなかったけど、オッピーさんよと、今回の星4のエナナンのサイドストーリー、めちゃめちゃいいですよというお話いただきましたので、本当に今エナナンが欲しい。まあ、YouTube 見たらね、どうせサイドストーリーなんて見れちゃうと思うんですけど、めちゃめちゃ欲しくなった。で、僕はあと天井まで、まあ、仮天井になるんですけど、90連ですので、そうなったらちょっとエナナン欲しいかなっていう気持ちが欲が出ちゃっていますね。はい。まあ、90連するならさすがにまた動画にしようかなと思っていますが、まあ、昨日の動画からは10連だけ引かせていただきました。何の成果も得られなかったんですけど、そんな感じで今回のイベントは、まあ、190% 編成というかは 160% 編成、無課金の方はほとんどが 160% 編成のイベントになると思うんですけど、160% 編成の中で総合力の高い、まずは15万以上の総合力を目標にしていただいて、まあ、20万超えていくという方はもうどんどん上を目指して、ぜひ皆様イベントはですね、あの編成によって獲得できるポイントが断然違いますので、そこだけ注意してね。毎回この話してると思うんだけど編成動画で喋ってる内容毎回一緒なんだけど、ぜひね、今回のイベントの編成はこんな感じで、ハッピータイプは男性キャラを編成に組むことができますので、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。